疑似人格停止、魔力の収集率規定値を突破。何が？ミニアだ！どうも、カツラミミです。オルガマリーアニムスフィアよ。マリスミリーお父様が出てくるバビロニア0話の配信までに事件簿アニメ5話を振り返るわよ。4話と5話の事件は、ウィルズの父親が人工妖精ブラックドッグを生産する魔術工房を作ろうとしたところから始まるわ。このブラックドッグはブリテン異分体でいっぱい出てくるんですね。死者の魂を材料にして生み出される死者の軍勢ね。ウィルズは父親によって妖精癌と呼ばれる魔癌を移植されたけど、ウィルズの妖精癌を触媒のようにしてブラックドッグ生産工房を起動していたみたい。つまりウィルズさんは妖バラ性細胞のオリジナルアマゾンネを。そこはフェイトらしく、ヘブンズフィールルートの的うさくらと呼んだ方が適切かもしれないわね。オルガマリーちゃんも父親によって人類史を汚す人類悪に改造されている可能性が。やめて、その話はやめて。あ、はい。でも妖精のフェイはウィルズの父親の強行を止めたかった。だから魔術工房を作って犠牲者を使ってブラックドッグを量産するウィルズの父親に天罰を与えた。因果報。でも元凶であるウィルズの父親に天罰を食らわしても魔術工房は止まらなかったのよ。ウィルズさんの妖精目があるからブラックドッグを引き寄せてしまうんですね。グレーのロンゴミニアドでも決定打にならなかったのだけども、ウィルズは妖精のフェイ、妖精鏡、死者の世界へ行くことによって封印したのね。実質自害ですね。ウィルズなりの責任の取り方だったのかもしれないわ。でも妖精鏡に引きこもっているマーリンは王の話と一緒にこうも言ってるわ。罪なき者のみ通るがよい。アバロンは罪なき者しか通れない。つまりウィルズさんもフェイトルートのエミヤシロン、FGO 一部六章のベリビエールと同じく罪なき者として妖精鏡に招かれた人間。それがウィルズなのかもしれないわね。これがマーリンの大魔ですか？マーリンは実際有用だから溜め込んだ石をドパースする価値あるわよ。獅子神さんもなかなか含みがある立ち位置でしたね。サーバント・イスカンダルに引きずられるエルメロイ2世を気遣ってるけど、彼自身もモーさんの意地に付き合って寿命を削るタイプよ。ウィルズも妖精癌を移植されなければ妖精のフェイを見ることもなく長生きできたでしょうが、結局のところそれぞれの世界を生きていくしかないということが今のフェイトのテーマなのかもしれないわね。さてオチがついたところで、マリスビリー兄貴の普通の魔術師的なバビロニア0話を。いやあああああ、お父様がマシュにひどいことを。マシュに復讐されるんだわ私。ゴリラ動きます。